篠山町連続差別落書き事件は、1983年8月に、兵庫県滝郡篠山町で、ブラック差別落書きが発見された事件。篠山町当局と、全国ブラック解放運動連合会は、この落書きを、ブラック解放同盟省、正し部長による自作自演と結論付けたが、ブラック解放同盟の内部では自作自演説を取る。 小忠支部西大派とそれを否定する小忠支部、東山派並びに中央本部との間で見解が対立した。この事件を題材として現地を取材し、差別が発生するメカニズムに迫った動画がインターネットに公開されたが、差別が助長されたとして、丹波笹山市と地元自治会が、サイト管理会社ドワ案後に動画削除を求める仮処分を申し立て、 2021年2月には、神戸地裁柏原支部が削除を命じる決定を出した。問題の落書きは1983年8月10日から8月15日にかけて、篠山町の翔忠地区の大きぐこシャッター、館地区の道路東側の県地図見石垣と、そのすぐ近くの大西正義所有のワゴン車ボディ、篠山市民館北側駐車場の路面の、計4箇所で発見された。 文面は、えったしね、四つ殺せなどというもので、型紙にスプレーを吹きつける方法で書かれていた。これに対して、道庁と教育委員会、篠山町童和教育協議会は8月12日、8月15日、8月19日の3日間に、渡り、ブラック総代、地域づくり推進委員、婦人会班長以上、市の道教理事、学習指導委員、町会議員、教職員、 行政職員ら約800人を緊急町民集会に招集。市の同郷は悪質な差別落書きを求断するとの声明を発表。住民啓発を強化するとともに、ブラック解放同盟による徹底求断に協力する方針が打ち出された。しかし事件に先立つ1983年5月、ブラック解放同盟省、正部員で、 同調書、ただ産区総代の西尾和也は、部落解放同盟兵庫県連笹山町、小忠支部長の東山忠義から、このごろ支部の運動が盛り上がらないので、よそでよく書かれている差別落書きを書いてくれと、依頼されていたことを明らかにした。このため、西尾並びに、西本昭義と松本時尾が調査を行った結果、落書きに使用したスプレーや手袋などが発見された。 さらに、落書きに使用した型紙の焼却を東山から依頼された人物の存在も明らかになったため、西らはこの事件の犯人が東山忠義その人であることを確信し、1983年12月24日、14人の署名を添えて、ブラック解放同盟兵庫県連に請願書を提出し、東山への処分を要求した。これとは別に、 篠山町当局も、独自の調査により真犯人は、東山であるとの結論に達し、町童和教育協議会を通じて、ブラック解放同盟兵庫県連に対応を迫った。これに対して、ブラック解放同盟兵庫県連は、小田田支部の解体と再登録を一度は約束した、ものの、1984年2月4日の、支部集会では、この約束を白紙に戻して3回。 このため、西尾ラは1984年2月25日付で、生命ビラ、正しい解放運動、童話行政、童話教育を進めるために死の山町、滝群の皆さんに訴えます1万2000枚を滝群内に配布し、犯人はブラック解放同盟の内部にいる、胸を訴えた。これに先立つ1984年2月1日、全国ブラック解放運動連合会機関紙の、 解放の道、兵語版が、犯人は、支部長 T と報道。これを受けて、ブラック解放同盟の堀内書記長が東山から事情聴取。この時東山は、私に疑惑が持たれているが、絶対にやっていないと断言した。その後も調査は続き、2月4日には、大政委員長と堀内書記長が、ブラック解放同盟省、ただ支部に赴き、支部員の意見を聴取。 ところが1984年3月22日午前9時5分、翔太田実利キグ前の乗用車の中から、東山の遺体が発見された。死因は排気ガス自殺であった。東山の死を受けて、解放新聞は1984年4月23日、日教の差別キャンペーンで自殺者と題する記事と、ブラック解放同盟中央本部の名による、 兵庫県笹山町差別落書き自殺事件に対する声明を一面で大々的に掲載。無実の東山を自殺に追い込んだとして、西浦3名や全国、ブラック解放運動連合会を非難する内容であった。以下はその用紙である。ただし、自殺することがなぜ身の潔白を示すことに、 つながるのかという点については東山も、ブラック解放同盟中央本部も説明していない。これに対して、全国ブラック解放運動連合会話等の根拠を挙げ、ブラック解放同盟からの非難を嫉妬とした。もし仮に、T 市部長の自殺が、差別落書事件に起因していたとするなら、暴力、利権あさり集団に転落し、ここ数年、 全国的な差別探しで、ブラック解放基本法制定を作すなど、街道の腐敗、堕落の運動がもたらした、まさに犠牲者であると言えます動画削除か処分を、命じる決定を出した神戸地方裁判所か市原支部2020年11月25日、この事件を題材として、現地を取材し、差別が発生するメカニズムに迫った動画が、インターネット動画投稿サイト YouTube と、 ニコニコ動画並びに、ライブドアブログに公開されたが、地元自治会が差別だとして、丹波笹山市に相談、同市は、住民のプライバシーや名誉権を侵害していると、判断。サイト管理者に削除を要請したが、当初は三者とも表現の自由の範囲内であり、違法とまでは立証できないと判断し、応じなかったため、市と地元自治会長の連名で、2020年10から12月、 三者を相手取り仮処分を申し立てた。その後、YouTube とライブドアブログは管理者が自主的に削除。動画テロップの内容はほぼウィキペディア通りで投稿動画の内容を確認したが、任意では削除しないとしてドアンゴが争う姿勢を示したため、同支部が2020年12月差別が助長されたとして、丹波笹山市と地元自治会がサイト管理会社ドアンゴに 動画削除を求める仮処分を申し立て、2021年2月9日には、神戸地裁柏しら支部が削除を命じる決定を出した。土案後は、自治会長のプライバシー侵害などを認める決定を受け、動画を削除した。市は、直接的な当事者ではないためと決定を速やかに、売る目的で、最終的には、申し立て人から外れた。丹波笹山市長の坂井明は、 申し立て人と積極的に関わったが、ブラック差別をなくすのは、市の責務で長年取り組んできたと弁明、表現の自由の侵害には当たらないという立場を示した。ブラック差別問題を扱った動画の削除を命じる仮処分は全国初であった。法務省人権擁護局は、特定の地域を童話地区である、またはあったと指摘する情報を公にすることは、 人権用語状況容されず、原則として削除対象とすべきだという考えをとっている。従来は差別の助長、誘発を目的とする場合に限って削除を要請する立場をとっていたが、2018年末の通知で目的に関係なく特定の地域を同和地区であると明示していれば原則、削除を要請する方針に変更した。ただし、法務省の通知は、 学術や研究などの正当な目的とするものは例外としている。ありがとうございます。